こんにちは、田舎暮らしの大学生です。皆さんはコイカレーって作って食べたことありますか？いや、恥ずかしながらですね、僕は作って食べた経験がなくてですね、本日はコイカレー童貞を捨てに行きたいと思います。だいぶ浅場なんでね、追い込みやすくはあると思う。早速いるわ。こっち側が浅くなってるんで、なるべくこう回ってきたいね。さっき見たらここら辺にもいたんですけど、あ、おるねー。あー、おるね。早いね。濁ってしまったらあっちが俄然有利になるか。ただでさえスピードが速すぎるっていうのに。あ、いいねいいね。そっち側に回ってくれるのは美味しい。非常に美味しい。いや、なんでこんなゆっくり歩きなんかっていうと、ところどころ穴が開いてて、ミスったらこけてしまうんですよ。ちょっとした段差が命取り。こうなってるんでね、追い詰めたいんですけど、段差があるんでね、ゆっくり行かなきゃいけないというジレンマ。うわー、深いわ。あ、ダメや。深くていけんかった。やっぱもうすでに陸に追い詰められてるやつを狙っていった方がいいと思いますね。こっち側に打ち上がってそうなやつは、あ、ほらほらほら、こういうやつがこっち側にいてくれたらね、勝利確定なんで、そういうやつを狙っていきましょう。ここちょっと深そうやな。あー、鯉はおるわ。全然おりそうやけどね。あ、おるね。おるけど、おるけど、ちょっと追い詰めな無理やわ、角に。あー、おるね。おるけど、早すぎるわ。どうやったらゲットできるんかな、彼らを。よし、一旦上がるか。別の場所行こう。場所移動。よし、場所移動してきましたということで、取れたらええけど、まあ多分取れんと思う。やっていこうか。敵が近いんでね、声をなるべく張らなきゃいけない。どっから攻めていこう。上から俯瞰して、あそこにいるんすけど、どう捕まえようかっていう話よね。いや、あそこに3匹ぐらいおるな。1匹ぐらい捕まえさせてもらってええやろ。ね、君たち。よいしょ。おるね、おるね。でっかいね、そして。さあさあさあ、そこは行き止まるよ。いや、もう網を構えとくしかないな。あ、いいやん、いいやん。あいつら追い込まれてるで。さあ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 。よし。あ、まだ一匹おるんちゃう？おらん。あー、網当たったのに悔しい。おるおるおる。おった、おったけど入らん。あ、おる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 おら。うな、あ、どこ行った？あ、おるおる。あ、あ、俺の手の握力の問題や。まだ追いつけおるわ。よしよし、今度こそそっちに逃げてもなんもないよ。いやー、これ強豪いやね。でかすぎるやろ。でっかでっかすぎる。おら、当たったんやけどな。当たっとんやけど、でかすぎるやろ、この巨怪。やば。どこ行った？あー、そっちか。オッケー、滝登りしてる。よしよしよし、ここや。あー、こんなに追い詰められた経験もないやろな、恋も。でかすぎて網に入るか心配になるレベルなんやけど。よっしゃよっしゃよっしゃ、いかん。入った入った。よしよし、入った。でかでかすぎる。500円の網の、いや、あー、2度目のチャレンジで、多分ここにおるやつで一番でっかい網を捕獲しました。網を捕獲ちゃうわ、鯉を捕獲しました。何この黄金の鯉。これはね、僕の初めての鯉カレーにふさわしい。うわー、やばでかすぎる。うわー、よっしゃ、じゃあ帰ってこの丸太みたいな鯉をカレーで食べていきたいと思います。でかすぎ、笑った。いやー、控えめに言ってでかすぎるでしょ。対抗というか丸みがとんでもなくすごい。というわけで、この子をね、美味しく食べるために泥抜きしていきます。はい、取ってね。うっ、重っ。何キロある？うわ、重た。じゃあこれからちょっとどんぐらいかかるかわかんないんですけど、まあ何日かかけて泥抜きをしていきたいと思います。2日間経過しましたので、鯉をさばいていきたいと思います。まずは鯉を気絶させます。頭とエラと内臓と鱗を除去していきます。マジででかすぎる、鱗が。いや、めっちゃ力仕事。鯉をさばくときはとんでもない血の量と鱗の量が出るんで、皮とか口臭の面前でさばくのは絶対 NG です。鱗の次は内臓いきましょう。いや、ほんとさばくっていうより解体ですね。頭からやっぱ落としていきます。ああ、こちらが鯉のお頭です。うお、あらかた下処理することができましたね。内臓の部分がすごくて、こんなにね、お腹がぽっかり開いちゃいました。はい、そしたらいつものキッチン移っていきます。いよいよ下処理が終わりましたんで、こちらの鯉を使って鯉カレー作っていきたいと思います。やっぱ川の魚は大きければ大きいほどぬめりが大きいんでしょうかね。ライギョの時もビッグサイズでしたけど、あれもね、なかなかぬめりにぬめってたんですけど、今回のもぬめり散らかしてますね。さあさあさあ、一本ガイドラインを入れちゃいまして、腹骨を切っていきます。あ、あ、硬っ。
もうここら辺の腹骨のカーブ度合い、処理したことはないんですけど、なんか豚肉とか、哺乳類系の骨してません？モンハンにやっていきましょう。コイを常食にするのはちょっとね、なかなか労力がいりますね。いや、これ買ったらいいんですよ、ほんとに。これはね、ほんと力仕事。かっぱーい。じゃあね、腹骨を突き取って、皮を引いていきましょう。オッケー。じゃあ最後に皮を引いていきましょう。皮に鱗がちょくちょく残ってるんで、皮付きでは食べたくないですね。皮はオーソドックスなやり方でいけるかな？皮はちょっと切りやすいんかな、鯉は。難しかった、皮引きは。よし、もう半身やっていきましょう。で、こちらも結構お腹の肉は多めに取っちゃいましょう。皮引きはすごく難しい。あんまり皮引きで苦戦したことはないんですけど、鯉はめっちゃむずいな。では、こちら身になるんですけど、これをね、ぶつ切りにして、塩水処理にして、カレーの具材としていきたいと思います。このぐらいかな？まあ、一口大って感じですね。よく骨あるけど、この世出たら処理しきれんので。じゃあ、野菜切っていきます。人参の皮はもう剥きません。玉ねぎ、そしてじゃがいも。ようやくここから火を使っていきます。ではここに油を入れまして、じゃあ玉ねぎ人参から炒めていきます。僕ね、カレーが一番好きな食べ物なんで、今回のめちゃくちゃ楽しみですね。じゃあさらにじゃがいもと今回の主役である鯉を入れていきたいと思います。鯉はどんぐらい入れようか。鯉はまあ半分ぐらいにしておきましょうか。よし、こんぐらいにしておきましょう。加熱したらどんな色になるんでしょうね、この赤身が。ちょっと白身が上がってくるんかな、やっぱり。じゃあここに水溶かしていきます。じゃあこれが倒れたら一貫の終わりですね。バランスだけは気をつけていきたいですね。まあ10分ぐらい煮込んでいきますか。蓋をして待っていきましょう。オープン。あー、すごい焼く。あー、やっぱり赤身なんでブリとかマグロみたいな色してますね。ルーを入れていきましょう。中辛がまたええよな。ボキッ。はい、こっからはステーキ定食弱火でじっくりいきましょう。いやー、やっぱね、丹精込めて作ったら愛着が湧いてきますね、料理にさえも。はい、完成しました。コイカレーオープン。おーといってもまあ普通のカレーですね。ライスにかけていきます。よいしょ。はい、そしたらコイカレーいただきます。まあ、普通にカレーからいただくか。いただきます。あー、あっか、おいしい。カレー最強。人参、玉ねぎ、じゃがいものとろけ具合は最高ですね。いやー、カレーやっぱ美味しい。そしたらね、このゴロゴロ入ってる主役の鯉いただいていきます。どんなお味かな。あ、すごっ、肉味が強いね。カレーって結構インパクトあるから、もしかしたら味なくなるかもなとか考えてたんですけど、赤身のしっかりとした魚の味がします。ね、臭いとかじゃなくて、やっぱ赤身系の魚の強い味がしますね。カレーでちょうどいい具合に均衡してますね、インパクトが。ちょっと不満としましては、めちゃくちゃ骨ありますね。ちょっとそれが食べづらいな。わー、いっけ、ね、いった。こんな感じの骨が無数に入ってて、しかもこういう小骨でも結構しっかり痛いですね、刺さったら。はい、というわけで、コイカレーごちそうさまでした。まあね、ルーの方は残ってるんですけど、またゆっくり食べたいと思います。味は美味しかったんですけど、ただ本当によくわからない形状の小骨がめちゃくちゃ無数にあって、それがね、ちょっと食べづらかったんで、皆さんもね、まだコイカレーの経験が終わりでない方は、その点だけ注意して食べてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。さよならー。